かけらみんなの記憶力をチェック。これは両チーム5人ずつの代表によるサバイバル戦。お題に合う答えを前の人が言った答え全てに付け加えて言っていく記憶力勝負ですぞ。答えに詰まったり1個でも飛ばしたら失格。みんな落ち着いて行ってみよう。綺麗に並びました。お題は動物です。さあそれでは行きましょう、はい、矢口ちゃんからミュージックスタート。サル、サル、ネコ、サル、ネコ、ゾウ、サル、ネコ、ゾウ、トナカイ、サル、ネコ、ゾウ、トナカイ、トンビ、サル、ネコ、ゾウ、トナカイ、トンビ、ライオン、サル、ネコ、ゾウ、トナカイ、トンビ、ライオン、キング。桜組の高橋さん、矢口さんが続けて失格。さあ残り7人、桜組ここから巻き返しなるか。続いてのお題は国の名前、いろんな国があります。ミュージックスタート。アメリカ、アメリカ、インド、アメリカ、インド、ニューヨーク。もう一回、じゃあ国の名前、ミュージックスタート。オーストラリア、オーストラリア、ブラジル、オーストラリア、ブラジル、赤道ギニア、オーストラリア、ブラジル、赤道ギニア、日本、オーストラリア、ブラジル、赤道ギニア、日本、中国、オーストラリア、ブラジル、ブラギドール。アウト。でもこのクイズは乙女組が圧倒して大きくリード。さあ次はお待ちかねのこれ、ピカソは誰？これはおなじみのお絵描き伝言クイズよ。キーワードを素早く絵に描いて伝達していってね。焦らず上手に特徴を捉えて。じゃあ行くわよ。ってことでまずは桜組、のりかちゃんが助っ人として加わります。よろしくお願いします。今前上手かったやったっけ？ピカソです。ピカソが入ります。まずはドアを閉めてください。はい。怖い。最初のお題でございます。こちら、あ、書いたことないよこれ。特徴をどう伝えるかですね。さあ行きましょう。それではお絵かき伝言ゲーム、よーいスタート。誰？さあそれでは集まり、答えは何？ウシガエル。違います。トンボ、モンシロチョウ。モンシロチョウ。ハエ。伝わらなかったということで得点は0ポイントです。続いて乙女組、水助っ人松戸屋さんに ファイト。 いいですからね。お題はこちらです。さあそれでは行きましょう。お絵かき伝言ゲーム、よーいスタート。一体どうなっちゃうの？こんなんだった。まんまだ。
辻ちゃんから変わったよね。この後辻ちゃんにバッシングの嵐が。これは何でしょう。鼻、カニ。わかった。はい。タコ。違います。手持ち扇風機。手持ち。私わかったよ。何やら乙女組に危険な香りがブンブン。あずまに答えは何？分かったよ。ヘリコプター。これこれこれも分かんない。窓つけてよ。窓つけてよ。さあ皆さん学校で喧嘩はしてください。